はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルうぷ主のピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。さあ今回やっていくのはこちらの武器、バケットスロッシャーで、サブがスプラッシュボムのトリプルトルネードとなっております。スペシャルトがトリプルトルネードね。まあ威力が弱くなったか、威力と塗り範囲が弱くなった代わりに3発撃てるようになった、スプラトゥーンの1のスペシャルトルネードが、使われてるって感じですね。3発撃てるよっていう、どちらかというとキルを取るっていうよりかは相手の動きを阻害するっていう方が強いんじゃないかな。あんまりね、直当てさせるっていうのは難しいですからね。スプラッシュボムで敵をキルする方が良さそう。さあ行きましょう、バケスロー神様ってそう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 、とりあえずまあスペシャルを貯めていかないと始まらないのでね。インカーワン、よし、インクレール。ちなみに射程はそこそこないわけでもないけど、まあっていうレベル。よいしょ、あ、いるな、ドライブ、うわーいはー、うわちくしょう、これはトルネード、ここダメか当たってすらいないな、アシスト取れてないってことは。まあ打開落ちするよりかは良かったでしょう。3発撃てましたしね、良かったのかな、わかんない、とっさの判断ですけれどもね。危ない、吸引機か、これは尻尾の方で、あー、よいしょよいしょよいしょ、外れるか、中距離をやられるとね、ワイパーにやられるんですよね。あっべ、危ない、高台を取って攻撃をしていかないと。トリプルトルネード、危ない、よくかわした、うーん、倒せないな、ひえ、バリアだ、お、ナイス、お味方さん、お見事、ナイス、吸引機、よし、ここだ、おむころ、うわあ、後ろにいた強そうだな、あの層、あのギアの組み合わせ見てて、なんか一人だけ重課金者が巻き込む、なんか紛れ込んでるみたいな、そんな感じの錯覚がありますね。リンクがダバダバ、あ、いる、させるかよって、さすがにね、見えたらダメよ。うっわっ、ドライブワイパー2人いる、何やってんの、なるほど、 すごい着地狩りを見た降りてきた瞬間、ヘイスタンバーン自陣塗り、あんま、うちのチームすごいな、ほんとなんだろうね、このギア全員が一式揃えてるところを見ると何かの得点だったりするんだろうな、なんだろう、クリア得点か、なんか QR 得点とか事前購入得点とか何かしらの得点だと思うんですよね。別にこの人だけが揃えてるわけじゃなくて何人か他にも見たんで、なんですかね。てかドライブワイパーとかいる場合はやっぱりイカロールをうまく使わないとダメな気はしますよね。でもイカロールってあれなんですよ、とっさに逆の方向に
こんな感じで、ダッシュの状態になってるところで、逆の方向にやりつつジャンプを押すっていう、この操作なんですよ。なので、加速してないと出ないし、しかもとっさに逆方向にハンドルを切るっていうのが難しい。ね、とっさに逆方向にハンドル切るっていう前に基本逃げるんですよ。もうなんかそのままイカの方向で逃げちゃうからやろうにもできないんですよね。イカロールを使うと逆に味方側に行っちゃう感じ、味方じゃなくて敵側にロールしながら突撃しちゃうことになっちゃうんで、一目散に逃げると。なので使いづらい。本来だとその進行方向とは逆にやりつつジャンプをしてイカロールを発動させて逃げるっていうのが理想的ムーブなんでしょうね。敵はローラーが2、そしてチャージャーが1、若葉が1。トリプルトルネード、飛んでケイケイ、飛んで火にいる夏の虫。トリプルトルネード、ナイスショット。トリプルトルネードが当たったんだよね、あれ。よいしょ、オッケー。あ、くそ、これ見られてますね。よいしょ、ボムコロ、オッケー、横いますね。ほいっと、スプラッシュボムとか吸盤ボムとかよりもね、スプラッシュボムとクイックボムが好きっていう僕。手袋、よいしょ、あ、な、ありがとう味方さん。上ばっかり見てた。上を向いて歩こうっては言われますけれども、下は向かないと石につまずく。吸引器ちょっと待って。わあ、すごい形してますよね、トゲトゲの感じで。あれだよ、スパイキーさんが飛ばされてる感じ。さすがにこんなボムには食らってくれませんね。あぶね。こういう時にイカロールが使えるんだろうね。ない。イカロールでも意識するとね。危ない。ほいほい。ほっはん。完全にボムを投げたい。そのトルネードを投げたいがため感すごかった。あと自陣塗り甘すぎ。塗っとこ塗っとこ。残り1分切ってる状態でこれはちょっとまずいね。全員攻めっ気が強すぎるっていうのと、あとあれなんですよ、押し込まれてないから自陣塗りに気づかない。僕も含めてね、あれなんですよね、見ないからマップを。いや、笑い事じゃねえな。だからこそね、トリプルトルネードとりあえず使いません。はい、危ない。とりあえずまあトルネード3発分の綺麗な塗りが、あー綺麗。投げろ、 OK、 ギリギリ端っこのちょっとした 1,2 ポイント分ぐらいだけ塗れたね。綺麗だな。トルネードの後、よし、クリアですね。クリア、勝ちですね。あれ、これ何戦目だっけ。あ、でもこのカーミーサーマーの人2回目だから見るの。じゃああれですね、2度目だ。じゃあ次の試合をラストぐらいに見据えていきましょう。4キル2デスの4スペシャル。その2デス両方とも基本的にスペシャル使いたいがため突っ込んだんだよな。いや、反省ですね、完全に。スペシャル使いたいっていうか、使えると強いだろうけど、でもまあそれのために死んじゃったらね、もう戦犯ルートまっしぐらになっちゃうわけですよ。基本的にダメージは一発70なんで、上から2発バッシャバッシャってやるだけで敵を倒せます。強い。さあ、あー、なんかチームの人っぽいですね。秋冬派と春秋や、この2人はちょっとチームっぽいですね。うわ、ゴッツだ。敵がドライブワイパー、シャープマーカーで、ドライブワイパー、シャープマーカー、
ゴツの、スプラシューター、ん違う、スプラチャージャー、こう外観を見て武器を言うの難しいな。オラードライブワイパー、ほうほうほう、プレゼント、ほう、危ないですねこれは。危ない、吸収されるボムを投げなくてよかったよくと思いとどまった。撃たれますねこの場合じゃ。よいしょ、くそ、もう一撃、惜しかった。黒か、ゴツじゃない、敵は黒ガロンで味方がゴツガロンか。あ、ほんとだ、ちょっと違うわ背景の。あ、ゴツさんやられた、キル武器の人やられると。バケツって何武器なんですかね、なんかやり方的には塗りでも両方ともいけるマルチリンガルな感じだという感想ですけど、これって僕の感想ですけどね。まあとりあえずトルネード、あ一つすごいとこついた、ごめんなさい、無駄打ちにも程があるっていう使い方したな今。へい、あ、いける、空いてるんだ、へい、プレゼントフォーユー、うん、なんか当たったな、へい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 、危ない、逃げましょう、あとここら辺来るでしょ、来ない、うわ、待って、なんか自陣が結構荒らされてない、ドライブの人が言ってる、よいしょ、殺しょ殺しょよっしゃお願いトルネード、いやまあここをデスせず倒せたのは強いんじゃないかな、よかった、いやもったいない3発の使い方した気もしますけども、まあまあまあ倒せたらその分のスペシャルの現象もないし、すごかった、吸引機か、あれドライブワイパー、よし、もう一発、もう一回、もう一回、私は今日もこう転がります、よし、 OK、 ノリと勢いでやりすぎクリアです、よし勝ち、毎回毎回クリアって言っちゃうけどね、勝ちなんだよ、よし、おお、春秋屋さんと秋冬はさんに囲まれてるから、僕もなんかピオチキアとかに変えた方がいい、うわ、デス数1だけどキル数少な、まあいいや、とりあえず勝ちは勝ちです、あそこ止めたのは個人的には偉い、自画自賛ということで、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回は何の武器使いましょうかね。また使ってないスペシャル持ってるやつがいれば、エナジースタンドとかね。そういうのがあれば、そのやつを使っていく感じですね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。